ももキュン昔お知らせ物語。昔昔あるところにももキュンソードからのお知らせがあったんじゃ。まずは放送情報からいじゃ。今日はますみおじいさんに頼んでええかのう。ああ、ええじゃろう。テレビアニメももキュン騒動は東京 MX では毎週火曜24時30分から、サンテレビでは毎週火曜24時30分から、KBS 京都では毎週火曜25時から、テレビ愛知では毎週火曜25時35分から、TVQ 九州放送では毎週水曜27時40分から、BS11 では毎週水曜24時から放送中じゃ。見逃さぬように。続いて主題歌情報ですよ。テレビアニメももキュン騒動のオープニング主題歌ももいろファンタジーは現在好評発売中ですよ。可愛らしさ全開の軽快なアイドルチューンになっているこの曲は超キャッチーな歌詞と振り付けでライブで盛り上がること間違いなし。ぜひ手に入れてくださいね。続いて天女隊デビューシングルのお知らせじゃ。アニメに登場するキャラクター天女隊が物語にシンクロする形で CD デビューすることになったんじゃ。人気声優4人のスーパーリミテッドアイドルユニットがここに爆誕、うん、曲のタイトルはレディーゴー絶対無敵の天女隊。現在好評発売中じゃから、こちらもぜひご購入していただきたい。うん、最後にももキュンの公式ツイッターからのお知らせですよ。ももキュン公式ツイッターのアカウントはももキュン01。ぜひともフォローしてくださいね。ますみおじいさんはチェックしてくださったんですか？もちろんですよ、おばあさんも。私はね、フォロワーがほとんどいない時からずっと応援してますよ。さすがますみおじいさんじゃな。おじいさんのももも素敵でしたよ。おばあさんのももには負けるの。ま、ピチピチじゃったからの。どういう意味それは。おお、戻ってしまったの。ちょっとディスられたぞ。そんなことありませんよ。ということで以上、ももキュン騒動からのお知らせでした。めでたしめでたし。